はい、えー、どうも、トムスライムです、えー。ポケモン GO のね、えー、ゲームの中で、えー、ミニ竜っていうね、モンスターがいるんですけども、えー、なかなかね、ミニ竜に遭遇しないんですけども、そのミニ竜の、えーまあ、発生場所ですね、えー、スポット、発生する、出現するスポットをですね、えー、ちょっとご紹介いたします。はい、ということで、えー、っとね、これ、地図 Google なんですけども、えー、この,のね、地図でちょ紹介たいたします。この、まあ、山の線の 五反田五田の駅から南にある、このね、えー、川、えー、目黒川っていうんですけども、この目黒川を歩いてですね、駅から降りて歩いて、ずーっと中目黒方面にね、こう、あのー、歩いていくんですよね。そうすると、えー、このね、川沿い、川沿い、かなりミニ流が出ます、えー。かなりね、ミニ流の出現率がかなり高いです。それと、 コイキングが半端じゃないんで、コイキング、これね、えー、欲しい方はですね、コイキングあっという間にね、溜まりますんで、コイキングはかなり大量に出ます。なので、えー、コイキングと、あとミニ竜も欲しい方ですね。あとはもう、水ポケモン、水ポケモンがね、えー、水、結構出ますんでね、ぜひですね、皆さんね、行ってみてはいかがでしょうかね。 えまたね、えー、レアポケモンのね、スポットありましたらですね、ご紹介いたします。以上です。